Dr. Moriuchi started his medical career as a resident in pediatrics at the Nagasaki University School of Medicine in 1994. He built his expertise in the 1990s in the U.S. at the National Institute of Allergy and Infectious Disease, serving as a clinical staff member and in NIH Clinical Center and as a visiting physician in the Department of Infectious Disease, Children's National Medical Center in Washington, D.C. He returned to Japan as chairman and professor in the Department of Pediatrics at Nagasaki University School of Medicine, 1999, and currently also serves as professor in the Division of Medical Virology, Department of Molecular Microbiology and Immunology in Nagasaki University Graduate School and the Medical Sciences. His bio goes on and on, but without further ado, please help me welcome Professor Moriuchi.本日はお招きいただきましてありがとうございます。最初はてっきり英語の講演だと思って焦っておりましたけども、日本語でどうぞということで安心しております。ただ英語のスライドと日本語のスライドが混ざってちょっとややこしくなっているかもしれません。ご容赦ください。さて本日のテーマはワクチン。そのリスクと利益を正しく伝え、理解することによって正しく選択をしてほしいと思っております。このスライドは英語で講演する際の枕になりますが、欧州ビジネス協会の皆様方納得されますでしょうか。まあ、少なくとも私のイタリアの友人はうなずいていましたけれども。さて地獄の最後に私からアジアの一国を追加いたします。私たち日本人の多くが英語を増えてとしておりまして、さらにプレゼン能力そのものも欠けていることは悪名高いところです。幸い今日は有能な同時通訳の方が頑張ってくださると思います。突っ端から自虐的な話になりますが、我が国はワクチン後進国です。でも最初からそうだったわけではありません。水痘ワクチン、無細胞型の100日咳ワクチン、そして日本脳炎ワクチンは我が国が開発し世界中に広がったワクチンです。しかし1995年から2006年にかけての12年間、アメリカで数多くのワクチンが導入されたというのに日本ではたった一つです。2008年以降、これじゃいかんと、ようやく目覚めた日本は、相次いでワクチンを導入し、キャッチアップに努めました。しかし、この断層。さっきの熊本地震の際にもこのような断層が生じてしまいましたが、ワクチンの断層を作った力って一体何だったのでしょう。今新たに生じた大きな断層、ヒトパピローマウイルスワクチン、HPV ワクチンを中心に考察してみたいと思います。日本で HPV ワクチンは、欧米諸国に遅れてようやく定期接種になったのに、副作用の騒動が持ち上がったため、3年前、勧奨がストップしてしまいました。それ以降、接種率はほとんどゼロです。マスメディアの報道を見ていると、彼女らの訴えがワクチンの副作用と決まったみたいに受け取られてしまいますが、本当にそうでしょうか。国民には正しい情報が伝えられているでしょうか。正しい情報が伝えられなければ、正しい選択をすることはできません。間違った情報をもとに大事な選択をしてはいけませんし、サイコロを投げて決めることもできません。では国民にどこからどのような形で情報が与えられるのか、ここではアカデミア、マスメディア、そして政府の役割を考えてみました。一部の例外を除き、アカデミアの立場ははっきりしています。この声明は15の学会が参与する予防接種推進専門協議会に関連する2学会も加わって公開したものであり、HPV ワクチンの再開を強く求めています。しかし私たちアカデミアの声も、政府からの声明も、実際にはマスメディアを通じてこれらの親子に届けられます。本日はマスメディアの方々も多数おいでいただいてますので、失礼な言い方になったらご容赦いただきたいと思います。あえて言いますが、一部のマスメディアはニュースのネタになりそうなことに飛びつき、十分な検証もしないで記事にすることで、冤罪や名誉失墜へとつながることがあります。犬が人を噛んでもニュースにならないが、人が犬を噛んだらニュースになると。これがニュースの本質です。
ワクチンが数多くの女性を子宮頸がんから救ってくれる。こんな当たり前のことはニュースにならず、ごくごく例外的なワクチンが少女にこんなひどい副作用を起こしたという映像やコメントは何の検証もなしに流れ続けるわけです。実際ワクチンに関する報道は副作用ばっかりです。欧米で、ただそのほとんどは紛れ込みや濡れ衣であって、ワクチンは冤罪を被っているわけです。欧米で有名な例といえば、MMR ワクチンと自閉症です。ちなみにこの自閉症の話題は日本ではあまり馴染みがありません。その理由は、日本では MMR ワクチンが使われなくなってしまったからです。1988年に一度は導入されましたが、そのわずか5年後に中止に追い込まれました。接種後に無菌性髄膜炎が多発し、その被害訴訟を受けた国と製薬会社は全ての裁判で負けてしまいました。これ以降日本は新しいワクチンの導入に尻込みするようになり、ワクチンギャップが生じたのです。いずれにしても、幸か不幸か日本はそういう事情で、ワクチンのために自閉症になるという騒動は起こりませんでした。さて、この MMR ワクチンが自閉症を引き起こすという騒動は、超一流の医学雑誌であるランセットに発表された研究報告に端を発します。しかしこの論文、ワクチン被害訴訟原告弁護団から金品を得ていたウェイクフィールドという医師が、その事実を隠蔽したまま都合のいいようにデータを改ざんした全くのでっち上げでした。その結果この論文が撤回され、ウェイクフィールドは医師免許を剥奪されています。それにもかかわらず、多くの親は彼は間違っていないと、ワクチン推進派の生贄にされたと支持し続けています。どうして未だに信じる人が多いのでしょう。例えばこんなグラフを持ち出して、ほら、MMR ワクチンを使うようになってから急に自閉症が増えているじゃないかと訴える人たちがいます。でも相関関係と因果関係はイコールではありません。例えばこちら、オーガニック食品の売り上げ、そしてこちら、ボトル入りの水の消費量のカーブですが、見事に自閉症の増加カーブと一致しています。じゃあ自閉症の原因はオーガニック食品、またはボトル入りの水ですか？このグラフで紺色の線は自閉症とワクチンの関連を取り上げた記事の割合を、赤い線はワクチンの有害事象として自閉症が報告された数を示しています。メディアが取り上げると副作用だと騒ぐ人が増える図式が見事に示されています。ウェイクフィールドの論文が端を発したとはいえ、アンチワクチン運動に拍車をかけたのはマスメディアです。論文発表後数年経ってから、Google でもこれに関するニュースがぐんぐん増え、それにつれて MMR ワクチンの接種率がどんどん下がってしまいました。そしてとうとう、麻疹の患者が急増する事態になったのです。マスメディアの悪口ばかり言いましたが、ワクチン復活のきっかけもマスメディアでした。サンデータイムズのジャーナリストブライアン・ディアーがウェイクフィールドの COI 違反を見つけて報道して以来、この論文は医学的にも倫理的にも問題だらけであることが判明したのです。それを受けて少しずつ MMR ワクチン接種率が戻ってきました。もう一つの鍵はもちろん政府です。日本の役人は優秀だと言われますが、どういうわけか数年ごとに部署が変わります。ワクチンに関しても数年かけてやっと話が通じるようになった頃に異動になり、また一からやり直しです。もしかしたらこれは物事を進めないために工夫された日本的官僚人事システムなのかもしれません。役人のモットーとして囁かれているのが仕事を休まない、遅刻をしない、仕事をしないだそうですから。しかも日本の役所ではいいことをしたら得点ではなくて、結果として組織に迷惑をかけたら減点という方式で評価を受けます。新たなワクチンを導入するなどという厄介事を避けて数年間じっとしていれば安定した役人人生を送ることができます。ワクチンの副作用についてクレームが来た場合、マスメディアを敵に回すような愚かなことはしません。被害を訴える声に耳を傾け、専門家の意見は大変丁寧に黙殺します。ことなかれ主義とか長期展望がないとか言われますが、そういう批判の声は波長が合わないようで、彼らの鼓膜を揺さぶることはありません。ワクチンを意味嫌い、ワクチンを開発した人、接種する人を罵る人たちは古今東西たくさんいます。しかし、医学的根拠もないのに専門家の意見を無視し、被害を訴える声だけに反応してワクチンの推奨をやめてしまう、そんな愚狂に出たのは日本政府だけです。
日本と諸外国との違いを述べ出すとキリがありませんが、アメリカにおけるワクチン開発から施策に至るまでのステップを軽くなぞってみましょう。FDA が有効性と安全性を評価した上で承認した後、CDC の中にある組織 ACIP と呼ばれるものが利益とコストについて議論した上で推奨します。最終的には州ごとに法的な整備を行い、必要な接種スケジュールを決めていくことになります。この流れの中で、日本に決定的に欠けている部分はここ、ACIP です。ここでは投票権を持つ15人、専門家だけではなくて一般人も1人加わります。そして政府機関から職権上関わってくる8人と関連学会などから投票権を持たないメンバー30人が加わります。これらのメンバーが中長期的な展望のもとでワクチン施策を決定している、そこが日米のギャップを作っていると思います。そしてワクチンがもたらす恩恵についてこのように明快なメッセージを打ち出すべきです。CDC の試算では2009年に米国で生まれた子どもたちのうち、これら9種類の定期接種によって4万2000人の命が救われ、延べ2000万人の病気が防がれることになります。これによって直接医療費は135億ドル、間接医療費まで含めると688億ドルを節約することができ、費用対効果はそれぞれ3倍と10倍ということになります。もうこの計算にはインフルエンザワクチンは含まれておりませんので、実際にはさらに大きな利益が見込まれます。そして、副作用の方はどうでしょうか。まあ、このスライドはこの後で講演されるマイケル・ミューレットさんのサノミパスタから拝借いたしました。びっくりしたのは、アメリカって雷に打たれる確率が高いんですね。日本ではおっかないものの代表として、地震、雷、火事、親父、という言葉がありますが、まあ、地震はともかく雷はアメリカに負けてしまいます。いずれにしてもワクチンによる重症の副作用なんて雷に打たれる確率の80分の1しかありません。オリンピックの選手になったり億万長者になったりする確率の方がワクチンの重症副作用よりも高いんです。私も日本版を作ってみました。この恐るべき予想はさておき、ワクチンの被害認定が下りるような有害事象の確率なんて人身事故の2万分の1しかありません。宝くじと比べるならばナンバーズ3で1等が当たる確率の方が20倍以上高いことになります。ところで年末ジャンボ宝くじの1等4億円が当たる確率はなんと1000万分の1。いやもうワクチンの副作用もジャンボ宝くじの1等も自分の身には起こりそうにないですねと言いたいところですが、この写真よくご覧ください。この販売所から一等くじが出たということを宣伝していますが、実は私のうちのすぐご近所です。まあ、ワクチンの副作用、滅多に起こらなくても油断は禁物です。滅多に起こらないからどうでもいいと言ってるわけではありません。おなじみ MMR ワクチンの重篤な副作用は100万分の1、まあ、ゼロではありません。しかし、麻疹にかかると肺炎や脳炎を起こし、500人から1000人に1人は死にます。日本ではムンプスによる難聴が毎年1000人から2000人出ています。妊婦が風疹にかかると高い確率で胎児に影響が及びます。ジフテリア、破傷風、百日咳に対する混合ワクチンも重篤な副作用は極めて稀で関連死亡はゼロです。一方、ジフテリアにかかると20人に1人、破傷風であれば5人に1人死にます。百日咳も怖い病気です。つまり副作用は起こります。でも本当に病気にかかった時の被害は桁数がいくつも違います。それなのに副作用の被害者のニュースは目に飛び込み耳に入ってくるのに対して、ワクチンによって救われた人たちは無数にいながら透明人間です。私たちの目には入りません。それでもなお 100% 安全でなければワクチンは嫌だと主張する人たちがいます。でもその人は他のことに対しても 100% 安全神話を求めているのでしょうか。日本のお風呂場は小さな子供には非常に危険な場所です。湯船は禁止しないのですか？お餅や飴玉が喉に詰まって窒息死する人、毎年数千人います。どうして販売禁止にしないんですか？毎年何千人もの命を奪っているこのライセンス、どうして簡単に与えちゃうんでしょう？それに比べると、ワクチンがライセンスを獲得するには非常に面倒な手続きを経て慎重に慎重を期して進めていきます。そして風邪の時に入りもしない抗生剤を欲しがる人が日本にはいっぱいいます。でも抗生剤はサプリメントではありません。
ワクチンとは比較にならないぐらい危険です。また、接種後に死亡例が出るワクチンなんか絶対反対と叫ぶ人がいます。でも、接種後1週間以内の有害事象で死亡例ゼロのワクチンなんてありえません。交通事故であれ、心筋梗塞であれ、何かの理由でたまたまワクチン接種後に死ぬってこと必ずあるんです。もしも接種後1週間以内には絶対に死なないワクチンが本当にあるのなら、私毎週そのワクチン打ちます。私は永遠に生きることができます。さて、HBB ワクチンについて、正しい選択をするための正しい知識は与えられているでしょうか。これは HBB ワクチンの副作用と報告されている症状のリストです。でも、ワクチン接種から症状発現までに平均9ヶ月もかかっています。こんなに長い期間なら何が起こっても不思議ではありません。しかも、こういう症状って、この年頃の女の子によく見られる不定愁訴です。実際、中学生女子の健康調査を行うと、ワクチンの副作用と言われている症状は、もともとこの子たちが高い頻度で持っているものです。ワクチン接種後の長引く痛みも同じです。2割近い中学生女子が、もともとそういう訴えを持っています。それでも冤罪を晴らすことは容易ではありません。でもこの名古屋市の調査をご覧ください。HPV ワクチンを接種した女性、接種しなかった女性、合わせて7万人を対象に24項目の症状について尋ねています。で、これらの症状は HPV ワクチンの副作用とみなされているものを選んでいます。集計してみると、年齢に応じて症状の出現頻度に差がありました。まあ、それはそうです。中学3年生から大学3年生ですから、随分背景が異なります。そこで、その影響を補正して解析した結果、なんと、ワクチンを接種した場合に増える症状なんて一つもなかったんです。つまり、個々の症例において症状とワクチン接種との関係を否定することはできないにせよ、それが起こるとしても極めて稀だということを示しています。HPV ワクチンを接種した女の子の 0.008% にわけのわからない慢性的な症状が出現しています。ただ、もともとこの年頃の女の子によく見られる不定愁訴であって、因果関係は全く証明されていません。それにもかかわらず、その姿はマスメディアにたびたび登場し、人目を引いています。一方で、毎年3000人もの女性が子宮頸がんで死亡しており、その7割はワクチンによって防ぐことができます。先見コンジローマの患者も多く、命に関わる病気ではないにせよ、QOL を著しく下げています。この病気もワクチンで防ぐことができます。しかし、かからずに済んだ女性、死なずに済んだ女性は、どんなに数多くともその声を聞き、姿を見ることはありません。私たち小児科医の役目、それは、この子たちが将来子宮頸がんで苦しまないようにワクチンで防ぐこと。同時に、原因が何であろうとも、不定愁訴で苦しんでいる子どもたちに寄り添い、サポートすることです。まあそういう姿勢の欠如が、今回の騒動を引き起こした一因かもしれません。今日は HPV ワクチンの話を中心にしましたが、WHO の基準では日本はまだまだワクチン後進国です。妊婦や水痘のワクチンはそれほど強く推奨されていませんが、水痘ワクチンは日本で開発されたというのに定期接種になったのは2014年10月と非常に遅れてしまいました。先進国の中で妊婦が定期接種になっていないのは日本だけです。この基準でいくと立派な後進国ということになります。そして HPV ワクチン、今日お話をした通りです。そして WHO はすべての国のすべての乳児に B 型肝炎ウイルスワクチンとロタウイルスワクチンを接種するよう推奨していますが、未だに日本では任意接種です。まあ、これこそがワクチン後進国の証と言っても仕方がないかもしれません。幸い B 型肝炎ワクチンに関しては今年10月から定期接種になります。かつて日本はアメリカへの輸出第一位の国でした。車の話ではありません。マシンの話です。ようやく2005年くらいからはそれがなくなりました。日本におけるマシン患者の発生状況ですが、2008年の流行以降はその数が激減し、2010年5月以降はもともと日本に土着していたウイルスは検出されなくなりました。その後も小規模の患者発生は続いておりますけれども、それらはすべて海外から持ち込まれたマシンウイルスによって起こったものです。日本はついにマシン輸出国からマシン輸入国になりました。
この状況を受けて WHO は昨年日本を麻疹根絶国と認定しました。でも西太平洋地域において日本はオーストラリア、マカオ、モンゴル、韓国に遅れを取り、ブルネイ、カンボジアと同時に認定を受けたわけですから、まあ実に何とも情けない先進国ということができます。HPV ワクチンで予防できる子宮頸がんに関しても、今のままだと麻疹と同じように多くの国々に遅れを取ることと思います。話は変わりますが、これは水痘ワクチンを開発した高橋道明先生がお亡くなりになったとき、アメリカのニューヨークタイムズに掲載された追悼記事です。写真付きのこの長い記事には、高橋先生の深い敬意が込められています。海の向こうのアメリカで、ニューヨークタイムズやウォールストリートジャーナルのような一流紙が大きく取り上げ、深い敬意を表してくれたのに対し、我が国のマスメディアは、そっけない記事を写真もなく載せただけです。ワクチンやそれを開発した人への感謝も敬意もない。まさにこれこそ日本がワクチン後進国であることの象徴と言えます。2011年3月11日、この津波が襲う数年前に、私はこの堤防を見て、こんなバカでかいものがいるはずがないと、きっと地元の土建業者と政治家の癒着で作ったに違いないと文句言いました。ところが想定外の大津波が襲い、この堤防を乗り越え壊して被害が及びました。でもこの堤防があったからこそ被害が最小限度に食い止められたはずなのに、この壊れた堤防を見て、なんだこの中途半端な役立たずな堤防はと、なんでもっとちゃんとしたものを作らなかったんだと文句言った人がいます。つまりことが起こる前も後も堤防は文句言われっぱなしです。このボランティアの方々のように、何か起こった時に助けてくれる人のことを私たちはとても感謝します。でも何かが起こらないように防いでくれても全く感謝してくれません。私たちの医療現場でもそうです。苦しんでいる病人を助けたら、とっても感謝してもらいます。でも、生活習慣病を防ぐために、タバコやめろ、お酒やめろ、もっと運動しろ、と忠告する医者は嫌われます。ワクチンも滅多に感謝されることはありません。でも、めげることなく、子供たちの未来のために接種していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。お時間超過しておりましたら、ご容赦ください。Our next speaker, Michael Mullett, received his Bachelor of Business Administration from Villanova University and a Master of Business Administration from Lehigh University in 2007. After holding a number of management positions in vaccine units at Sanofi, Mike took the position of Strategic and Business Planning Global Commercial Operations in Stillwater, PA in 2010.And from 2011, he held the positions of Business and Strategic Projects in the Office of the CEO and Senior Director of Business Planning and Global Commercial Operations in Lyon, France. Since May 2015, Mike has served as General Manager, Sanofi Pasteur, Japan. Without further ado, please welcome Michael Mullett.Thank you, everyone. So I don't have quite the distinguished CV as the predecessor here, Moriuchi-sensei, but I hope to be able to give you all a bit of perspective from a manufacturer in vaccines. And I really appreciate the opportunity to come here and talk about the other side. There's the public health benefit of vaccination, but there's also a long way to go between the time we actually make vaccines and the time we deliver them.To patients, especially here in Japan. So my role today is to talk a little bit about that partnership that we feel is extremely important between manufacturers, the government, key stakeholders like pediatricians like Moriuchi-sensei and others around Japan to ensure that we can work together in a partnership, in a form of partnership to ensure high immunization rates, high immunization uptake, and also good responses whenever an issue may occur. Okay, so I don't see it here, so I'm going to turn around every once in a while. So
I thought it was important to take a step back for a minute and look at the history of immunization. For many of you, you may not know the nuance or the technology behind vaccination and immunizations, but it's important you can understand the history and how far we've come. In a very short amount of time, I mean, you're talking about 100 years, 120 years, we've moved from a world with many infectious diseases to a world with very few. In fact, one of the challenges, which I will mention in a few minutes, of our industry is finding what's next. You know, what other diseases can we prevent? And if you go back to the time period before 1890, when we saw innovation in things like smallpox vaccination and rabies, it was a much different world and a much scarier world. We have to thank many people for these efforts over the course of the years. Of course, people like Edward Jenner, who developed the world's first smallpox vaccine, Louis Pasteur, who's the founding name of our organization, developing the first rabies vaccine, but also others who are maybe less known, people like Maurice Hillman, who worked for part of the U.S. government, who developed over 40 different vaccines for that are now used, many of which are now used today. And we go through sort of four different periods of immunization: initial immunizations with smallpox and rabies, then a bit more developed, tetanus vaccines, diphtheria vaccines, tuberculosis, pertussis, typhoid. These are all diseases that people in today, parents in today's parents, don't really know about. Maybe they know about them from their grandparents or their parents, but they don't know about them or think about them for their kids, mainly because of the importance of immunization. In the 40s and 50s, we had lots of developments, especially following World War II, with mumps, polio, measles, rubella, varicella, which we talked about, the technology coming here from Japan. Then after the 1980s, particularly the late 80s, early 90s, we had another kind of wave of innovation in the industry where we introduced pneumococcal vaccinations, meningitis vaccinations, Haemophilus influenza type B immunizations, and eventually vaccines like HPV. Some of these vaccines are real technological advancements. Some of these vaccines are found by way of accident in many cases in laboratories. But either way, what they've done is dramatically reduce the disease burden across the world. I think it's important we talk about a patient perspective, but let's also talk about public health for a minute on a more global scale. So here and behind me, you have a map of what we call the value of vaccination, but specifically focused on polio. And many of us turn to polio when we look for a very simple example of the benefit of vaccination for a worldwide audience. Here, if you follow the color scheme on the chart, you have endemic countries, polio endemic countries back in, this is not so long ago, 1988 in red. You have polio-free countries who had already started to adopt inactivated poliovirus vaccines early, as well as certified polio-free countries in gray. And when you see the advancement over just a period of a few years, what you start to see is that orange going away and countries turning more and more to gray. And gray is a certified polio-free country. Here on the right-hand side, you'll notice that Japan in 2016 is polio-free, but we are still working on immunizations like booster immunizations for long-term immunity, as Japan only switched to inactivated polio vaccines as recently as 2012. And you can compare that to the United States or some Western European countries who started with inactivated polio vaccines as early as the late 1980s. Today, we're very happy to say that there's only a few cases of polio left in the world, of course, located in a few geographic regions where immunization is still quite difficult and getting access to vaccination to certain populations is quite challenging. But I'm glad Moriuchi-sensei brought up cost-effectiveness of vaccines. Of course, in the industry, that's something that's very important to us. We have many
discussions with different governments around the world when thinking about their immunization strategies. And one of the first things they talk to us about is their rising costs of pharmaceuticals. Of course, Sanofi Pasteur is part of a large pharmaceutical organization, so I can't say anything negative about pharmaceutical companies. But I will say that immunization have shown to be cost-effective over and over and over and over again. And here's just another example of that done by Gavi, where you show that by putting your money into immunizations, you're actually preventing illness, number one, but you're also preventing, you're creating a society that has people going to work. They're not homesick. If their kids are homesick, the moms and dads aren't home taking care of them. They're not spending time in hospital beds. They're leaving room in hospital systems for more critical patients who can be treated and then go home. So you see these economic benefits are not just about the patient, but about the medical society as a whole. Here in Japan, that's quite important. As everyone in this room most likely knows, we have a very significant elderly population here in Japan. We have rising medical costs due to many different factors, and immunization are one of the things that we believe can help control those. As Moriuchi Sensei said, we've made a lot of progress actually here in Japan. There was kind of a turning point, I would say, in 2007. And if you look at the top left of this slide, in 2007, the immunization schedule looked a lot like it did in many, I would say, emerging countries. Certainly not typical for a mature country like Japan is from a technology perspective and a health perspective. But over time, there was a few additions of vaccines, especially new technology from multinational companies as the local Japan vaccine manufacturers begin to change their product portfolios and offerings. Those were added more in the 2011-2012 timeframe. As you start to see, once those vaccines were even brought here to Japan, it took 4 or 5 years sometimes to actually make their way into the national immunization program. Ryuichi Sensei talked about Haemophilus influenza type B, which I'm very happy to report we see today zero cases of in Japan. It took over almost 5 years to go from a point of licensure to a point of in the immunization program. And that time lag forced many people to not have an opportunity for immunization. But the current situation is quite good. I think here in Japan, in a very short amount of time, 7 years, we've found a way to increase immunization rates. We found a way to advance the portfolio of immunizations offered to children and adults here in Japan and also worldwide. We hope to expand on that, of course, further. You see some dots in red. These are areas from all different local foreign companies, immunizations that are used in different ways in other places across the world, but today are still not yet adopted in Japan. For example, pertussis booster vaccinations, preschool booster vaccinations, and also some elderly vaccines. So I was asked to speak because I represent a manufacturer, and I think one of the most important points for manufacturers and in industry to consider right now is regulation. One of the sensitivities of vaccines we were talking about earlier is the fact that you're taking a healthy person and injecting them with something. And that's a very something we take as a manufacturer, we take very seriously. As Moriuchi Sensei said, people don't say thank you for giving them the health that they already have. It's a little different if you have a heart attack and you're treated than it is if you're healthy and you maintain that health. So what's important for, I would say, all of the countries around the world to understand is the different regulation the vaccine companies have to manage on a regular basis to bring vaccination to a country who's decided to implement it. Here I have listed many different organizations around the world who regulate vaccines. And to take an example, here in Japan, we use a polio vaccine that is manufactured in Marcy-l'Étoile in France. That vaccine is licensed in about 80 or 90 different countries around the world.
used with over 2 billion doses of vaccination around the world, and still had to go through a full clinical and regulatory pathway here in Japan in order to bring it to the marketplace. Regulatory consistency from Europe, the United States, emerging markets, World Health Organization are important to getting access to vaccines for many people around the world. So from an industry perspective, the world of vaccines is exciting. There's still lots to do. Preventing disease is still something that's extremely important, and we see it every day. I think most notably, many of you are quite familiar with the efforts to make a Zika vaccine. This is, I would say, something that's been captured in the media quite well lately. And of course, all of the manufacturers are involved in trying, in some way contributing to the development of a Zika vaccine, but likely a vaccine that would not make it to market anytime soon after clinical trials and safety. However, there's lots of things that are in advancement. If you look at phase 1 and 2 trials, working on hepatitis C neurovirus vaccines, in phase 3 trials, nosocomial vaccines, herpes zoster vaccines, malaria, RSV, Ebola. And recently approved, we have vaccines like dengue vaccines, combination vaccines to save children from a burden of over immunization in their offices. Additionally, we focus on innovative vaccines as well as cancer treatments, depending on different companies around the world. Everyone is at different stages. But the good news is that we have an opportunity to prevent many significant diseases before they arrive in places like Japan, but also places around the world. Finally, I'll mention many people talk about the importance of having an acceptable delivery system for patients. I think it's most important when you think about infants, who sometimes, if some of you have young children, know are getting 4 or 5 injections in one office visit. And for me, a parent of a 5-year-old and a 4-year-old, holding down your child to accept 4 or 5 vaccines in one office visit is not necessarily pleasant. So what are some maybe some takeaway messages that are important to consider as we move forward toward the promotion of vaccines in Japan especially? I'll make 3 points that I think are important. First is immunization and vaccination, different than pharmaceuticals, I would say in some ways, does require significant partnership ability and good communication between governments, national immunization program management, KOLs, pediatricians, who are in most cases the immunizers, and the vaccine companies. Why is that? It maybe sounds self-serving at first. Vaccines, for example, take 18 to 24 months, sometimes 36 months, from initial stage of production until the time they actually get to market. So if a country like Japan, with 1 million infants and a cohort of 1 million infants every year, wants to introduce a new vaccine, as a manufacturer, we need to plan for that about 3 years in advance. So open dialogue and communication is extremely important. Maintaining regulatory consistencies is also something very important to the industry and to maintaining stable supply of vaccines. Right now in the media, you'll hear a lot about stable supply of vaccines following some shortages that we've had in the market here in Japan lately. That those shortages are no more unique in Japan than they are in the rest of the world, by the way. The difference is we have to manage many different regulatory hurdles to get product here. So even if we have vaccines sitting in a factory in France or sitting in a factory in the United States, it takes over 6 months from the time it leaves the factory to the time it gets to a patient in Japan. So considering stockpile programs are something we also work with the governments on a regular basis to ensure when you do have a challenge in supply, in a very sensitive manufacturing process, that we can guarantee that supply for the generations of infants who are immunized here in Japan. So finally, I'll close on the public health impact, because I think without understanding the public health impact of vaccines, it's hard to understand really any of the challenges that we go through. Vaccines, prevent more than 20 diseases
Today, more than 6 million lives around the world are saved every year because of vaccination. Through stable supply, we plan to bring innovative and high-quality vaccines. We feel as manufacturing organizations that we're bringing value to the community, but of course we have to do that in a way that's responsible with governments, with stakeholders, and with pediatricians and the medical community. And in order to focus and to add value as a manufacturer and as an organization, it's important for us to promote open dialogue, open examination, transparent information sharing between the immunization groups, the ministries of health here in Japan and around the world, to ensure that people who want vaccination can get it in a sustainable manner throughout the years during productions. So I thank you very much for your time, and I look forward to the questions that many of you may have afterwards. Thank you. まあ、もう少しものを移動しないといけないんですけれども、でもこれから質疑応答の時間、それでその時に、あれの初めには ACCJ とゲストメンバーのご質問、まあ一応答えますけれども、その後はメディアのご質問、時間まだ残りましたら直接メディアからのご質問をお願いしたいと思います。でも初めに ACCJ、EBC、あとはゲストのご質問がありましたら、来てください。それで今日のスピーカー2人とも、このステージに立って、このマイクどうぞ。So, first off, questions from ACCJ, EBC, or guests? Any questions? Don't be bashful. Okay, Bill. I'm from Ipsos, which is a market research company specializing in healthcare. What is the... Do you have a good...understanding of just what is the true image? I mean, you've given your comments about the image, but what about through the man in the street? Do you really have a concrete, you've checked on an annual, yearly basis, has image going up and down, improving or not improving in terms of vaccines and vaccination? Who are you asking? Both people, yeah. Hi. Okay. まあ、日本の状況をご説明いたします。で、よく言われることですけど、日本人は安全と水はタダだって思ってるとよく言われてしまいますけれども、だから安全であることをものすごく意識する国民性を、まあ、幸か不幸か持ってるのかなという気がいたします。で、例えばですけども、生命保険っていうものが日本に入ったときに、貯蓄型は受け入れることができても、かけ捨て型っていうのは、なんでそんなことにお金を払うんだっていうふうに、すいません。理解をしてもらえなかった時代があったというふうに言われています。ですので、ワクチンのようなものでも痛い思いをして、しかも定期接種じゃなかったらお金まで払って、それで何か役に立つかどうかっていうのは、やっぱりなかなかこう、実感できない。ただし、いろんな例を示すことによってだんだんわかることはあります。例えばシートベルトでもそうですけれども、チャイルドシート、シートベルトも、いや、うちはそんなの使わないけど、うちの子はまだ死んでないとかって平気で言う人いますけど、怒った時に初めて大変な思いをするんだということをきちんとデータを示して、シートベルトをしているかどうかだけで、事故の起こった時の死亡率は10倍ぐらい違うんだというデータがきちんと出ると、あ、そんなものかなと。で、だんだんワクチンに関する日本人のそういう認識も実感がなかった時代から、マスメディアの方もやっぱり単に副作用のことだけではなくて、それによってどのくらいの恩恵が得られるのかということもきちんと説明をするようになると、あ、やっぱりした方がいいのかなということは理解できるようになります。で、ただきっかけとなるのはどちらかというともっと情緒的な時で、例えば H5N1 にある
新しいインフルエンザがパンデミックになるんじゃなかろうかというのが恐慌状態を引き起こしたときに、日本にはそのワクチンあるのかということになりましたし、まあ、実際にやってきたパンデミック、実際上 H1N1 のパンデミックが出たわけですけれども、この時でも日本は諸外国に比べるとワクチンの開発が非常に遅れ、まあ、だから高いお金を出して輸入をしないといけないという事態になったとき、日本はワクチン遅れてるんだなということをやっぱり実感することになったりしています。だからそういうどちらかというと情緒的なショックを与えるということも必要になることはありますけれども、ただ長い目で見ればきちんとしたデータを示すことによって、それに時間とお金と痛い思いをする価値があるんだということは少しずつ分かってくるようになっていると思いますし、具体的な数字を示すことは難しいんですけれど、いろんなアンケート調査でどのくらいワクチンが重要かというデータを示しているものはありますが、どういう対象にどういう問いかけをするかでそういう数字どんどん変わってしまいますので、核としたるものは私も持っているわけではありませんが、間違いなく日本人も少しずつワクチンの重要性は認識するようになっているとは思っています。 Maybe just to add, so for example, here in JapanThe typical vaccines that are introduced in the immunization program have uptake of 85 to 95%. Most cases, it's above 95%. So still today in Japan, one of the very unique things about this, I would say the marketplace here for immunizations is that once an NIP suggestion is made, uptake is extremely good. And that's the case really for all immunizations, with the exception of HPV today. It's also maybe important to remember that HPV is still part of the immunization program. Technically, anyone can go get the vaccine right now, but it's not allowed to be promoted. It's not allowed to be proactively discussed. It's actually available, and some people, in fact, do get it, but a very, very small number. So when you go from support of the government's immunization program, 90, let's say 90, 95%, to a questionable support or maybe non-support from an immunization program, you go down now to single digits, 1, 2, 3%. So overnight, you have this dynamic of change, which is explained in many ways through Japanese culture and, of course, through the adherence to the national immunization program schedule. So what's important, and I think what people like Moriuchi-sensei are working toward with the government, is to find a balanced approach to the decision making, because you understand you have such a huge swing between adherence to immunization schedules and non-acceptance, which is the case in vaccines like HPV. But today, for every other vaccine, we have over 85%. Most of them are over 95% uptake by parents and kids around Japan.Any more questions? I'm sure there is. How about the question, vaccine safety, we've talked about. And of course, there's a lot of concern about vaccination. And the vaccine itself is a concern. You could have the storage of the vaccine, was that safe? Is the dose that I'm getting safe? Is the way they're applying it, is the needle clean? There are a lot of concerns, as we know, in the delivery of the vaccine. And we talked about Ante Kyokyu, the stable and supply, of course, for all medications is very important. But vaccines also has special care because of refrigeration requirements, possibly, et cetera. How is this being handled now to reduce any risks around vaccinations? What are some of the steps that are being taken? Maybe I can comment and from a provider. So at the manufacturer level, of course, we have extremely stringent guidelines that we must follow for vaccines that go all the way from initial procedures on the way we handle the viruses themselves, on the inactivation of viruses, all the way down to the filling of syringes and needles in the factory and delivery. Maybe just to put some color and
some description to it. So we release product in a manufacturing facility in France, which means that we have to perform safety and quality tests to ensure that that vaccine is safe, it's pure, it follows all of the protocols that we licensed. And then we bring it here to Japan. After we release in the local factory in most countries around the world, it goes directly to distributors and wholesalers in country who then distribute it to physicians. Here in Japan, we bring it into a local factory, and we have a team of 50 people who sit and look at every single vial. You know, they pull it out into the package and give a visual inspection. Then we re-release, follow every single one of those safety protocols again. We then give it to the government, and the government follows those same safety protocols as well. So in fact, here in Japan, we test every single dose of vaccine and every lot of vaccine, I should say, three different times. So we have quite a stringent program here for quality and safety. And maybe at the provider level, there's a difference. 実際に接種をする立場としてもうちょっとだけ追加をするとすればすみません、その前にまず私も56にもなるので子どもの頃の予防接種というのはずいぶん今とは違うやり方を日本ではしていました。もう小学校の体育館にずらーっと生徒が並んで同じシリンジで10人分ぐらい打ってたんですね。こうバーっと10人分ぐらいこうワクチンを引いてずっと打ってたので1人目だったら痛くないけど10人目だったら痛いなと思いながら順番が目の前の順番一生懸命数えたりした、まあ、当然のことですけどその時代には B 型肝炎とか C 型肝炎というものがそういうふうなことによって広がるということを知らなかった、まあ、そのために予防接種を普及させたためにそういったキャリアの人が増えたということを非難されてもしています。で今でもやっぱりまだまだ医学の進歩が十分ではないために未知のものを何らかの医療主義によって広げる恐れっていうのは確かに残ってはいると思います。ただし、これも常にそのリスクとベネフィットとコスト、あとリスクをもう考えながらこう考えていくことであって、そういったものまで踏まえた上で今はマニファクチャーのレベルでもきちんと作っているし、まあ、実際にプロバイダーである私たちの方も注意をするようになっています。ですのでそれで起こることは極力減ってきていると思います。もう今もマイケルさんがお示しになったようにお話になったように昔に比べるともうプレフィールドシリンジがこう一生懸命こう使えるようになったりとかもう随分こう いわゆる現場での事故は起こりにくいような環境になってきたと思います。ですので、まあ、私たち、これ間違わないのが大原則で、予防のためにすることでのミスというのはもう決して許してもらえないので、まあ、それは当然現場でも努力をしていますけれども、幸いマヌファクチャーの方の努力というのは非常に大きくって、私たちも一頃前に比べると、そういう、取り間違えなどをする恐れは減ってきていると思っています。Thank you. Okay. 小野さん。ファーマの小野と言います。まあ、今のような努力もあって、何か変な悪いことが起きる可能性は随分減ってるんだと思うんですけれどもそれではやっぱり多少なりとも少し、まあ、数字は低くても起きてしまうことがあると。で、その場合にどうするかってい こう保証制度というかですねそれはやっぱり同時に考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。でアメリカの場合だと1回のワクチンに少しずつお金を取ってそれから基金を設けて何かあった時にはそこからもう昔で出すというような制度があるわけですけど日本にそういう制度を持ち込むということはできないのか。なんかそういうその保証のところがきちんとできていないとですね、数は少ないとは言ってもやっぱりなかなか納得しない人はいると。私は聞いた国会議員の人でですね一人でもなんか出るとダメなんだよっていうふうに言う人がいてですね、まあこういう極端な人を納得させるためにはやっぱり何らかそういう制度を考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。今おっしゃっていただいた通り、まあアメリカや他多くの国で持っているそういう制度を日本に導入すべきだとやっぱり心から思っています。まあワクチンにはある一定の確率で、それがどんなに低くても、まあ、紛れ込みもあるんで、まあ、それも含めてになりますけれども、まあ、被害者っていうものが出てくると、その時にきちんと保障するシステムが最初からあれば、物事があんまり大きくならずに済むだろうと思います。なので、これは学会のレベルでも、もう常に、
まあ、政財界両方にということになりますけれども、私たちも訴えていることで、同じような制度をぜひ日本にも導入してほしいということは強く言っています。ちょっとものは違いますけれども、例えばの産科の領域でも、まあ、日本では子どもが安全に生まれて妊婦さんも健康であるのが当たり前だと思い込んでいる人たちがいっぱいいます。でも実際には妊娠分娩というのはある一定のリスクをお母さんと子どもの両方に与えているということは、これも厳とした事実であり、その時に金銭的なことだけでも保障しようということで、今産科のそういうふうなトラブルの時の保障制度というのが出来上がっています。ですので、そういったものを利用すると、不可抗力で起こった場合でも、それが医療訴訟に広がっていったり、そのために多くの労力を割かないといけなくなり、産科医の死亡する人が減るという事態を避けることに今役に立っていると思っています。同じようなことをやっぱりワクチンの場合でも導入しなければ、やっぱりいつまで経ってもたった一人でもっていう人がもうずっといて、その人たちのその反対の声がある限り、思うようには進まないと思います。おっしゃること全く同感です。Maybe just one add-on point. I think one of the most important things for how to consider an adverse event reporting system or an adverse event compensation system, which is the case in the U.S., I think it's important for Japan to adopt something that works for our health system here, because there are differences between the United States and Japan. We can't simply expect Japan to adopt an American system. But I think the concept deserves attention and deserves discussion. And there have been some exchanges over the last few years where United States health officials and vaccination policy officials have come over to Japan to develop and to have a discussion and engage in a discussion on this topic, as well as the ACIP topic that Moriuchi-sensei discussed earlier. So there are some steps, but I agree we have...still work to do to make sure that we create a good environment for vaccines, especially if there were ever a serious issue to consider. Thank you. あれのメディアからのご質問ありますでしょうか。どうぞ。時報社日刊薬業の下げ橋と申します。医薬品の専門誌の記者をしております。森内先生にお伺いします。すみません、マスコミ代表のものですから。まあ、ワクチンの話、いろいろマスコミの報道についていろいろとご意見で伺いました。基本的にはおっしゃる通りだなというふうに私も思うんですけれども、一方でその、なんていうんですかね、じゃあ医者は何をするのってことをですね、逆に森内先生に尋ねてみたいと思います。HPV の話です。まあ、はっきり言うと HPV はもう政治マターになってますよね。行政の手を飛び越えてもう政治で結論を出すことになっている。で先日の名古屋の調査もですね、最終的な統計結果を発表しないような話もあったかと思います。で17学会 の声明も私も実際に見ました記事にも書いたんですけれども、その内容は非常に私も評価するんですけれども、じゃあ実際 の, そのアナウンスのやり方発表なんかを見ているとですね、やっぱりその物足らなさを感じるんですね。例えば被害者の団体の方とか厚労省とかに来て記者会見をやって、実際にいろいろマスコミの前にして、彼らは自分たちの主張を一生懸命言おうとしている。一方でその17学会ではじゃあ会見したのかというと、私の記憶だと会見とか特にしていないように思うんです。先生方がなかなか集まりづらいというのも分かるんですけれども、最終的に政治家のですね、国会議員の先生の心を動かすときに、行政官の心を動かすときに、先生方の動きがやっぱり物足りなく思うんですよ。被害者の方々が一方で自分たちの意見を、その対極にいるのは私は感染症の先生方が矢を持っていただかなきゃいけないと思ってるんですね。先生方、じゃあ17学会の方々はこれからどういうふうに政治家を動かしていくのか、そのあたりをですね、ご見解を伺えればというふうに思います。はい、まさにこれ政治マターになっているというのはおっしゃる通りで、いろんなものを訴えていくときに必ずなんかつまんない圧力が加わってきます。あんまり言っちゃうと別の方に迷惑かかっちゃうんで、あまりこう強く言えませんけれども、こちら動いてるんですけども、で、そして会見開こうとかするときでも、常にそれをするとかえってマイナスになるというふうな圧力が必ず加わってきます。で、まあ、それにずっと喧嘩していっても構わないんですけれども、ただ、私たちはもう粛々と学会としてやるべきことをやっていく。そして、
変な言い方ですけど、HPV のワクチンに限らずとも、他のも全部同じように大事なものは大事だというウェイトをやってるわけで、僕らまで同じ政治のレベルに乗っかってしまうというのは、アカデミアの立場としてもやっぱおかしいかなという気もしています。ただ個人として離れてしまえば、いくらでもそれを訴えたいなと思っておりますので、この辺がややこしいことですね。名古屋市の例なんていい例だと思います。あれだけしっかりとしたデータが出ていながら、あんなうやむやな形で抑えないといけないぐらいに関係各社みんな強い圧力を受けてしまってて、そこで歯向かうことがかえってマイナスになることを恐れて、やっぱりそれ以上できなくなってしまっているわけですので、もう僕らもともかく目指しているのは少しでも早く、このワクチンによって多くの人たちを予防していきたいということであり、1年遅れるたびごとに犠牲者がその分だけ増えるという焦燥感を持っています。だから、正しいこと正しいと訴えるのは一番ある意味では簡単なんですけれども、それが結果としてこじれるところをもっとこじれさせてしまうと、また遅れてしまうということを、そういうのに素人の私たちとしては、その中間に立つような人たちの助言にやっぱある程度は従っているというところではありまして、じくじたる思いもあるし、僕自身はもうなんかもう喧嘩吹っかけたいなって言っていつも上から抑えられています。ですので決してこの状態がいいと思っているわけではないんですけれども、ただ日本のこのいびつな社会の中で、変にやっちゃうと単純に喧嘩だけになって、いつまで経ってもそれを収めようという動きにはならないのかなということを危惧しています。ただちょっと我慢にも限界があるかなと正直思っています。Okay. メディアからもう一つのご質問ありますか？予防接種についてすべての情報も伝えたか？何か質問ない？はい、どうぞ。日本歯科新聞社、歯医者さん向けの新聞とか雑誌を作っている水谷と申します。どちらに伺えばよろしいのかわからないんですが、先日HPV が、我々の領域である口腔がんに関係するっていうことを示唆する論文が出て、でこれ海外だったと思うんですけれども、それ報じたことがあるんですけれども、そうすると今子宮頸がんワクチンっていう言葉を使ってますよね。要するにすごくなんていうか、こう限定した疾患の名前をしてるんだけれども、もう少し広げて、で口腔がんであれば女子だけじゃなくて男子も打たなきゃいけないはずですから、そういう感じで広げるっていうことはあり得るんでしょうか？ちょっとまず私の方でお答えさせていただきます。で子宮頸がんワクチンっていう名前がついたときは、もうともかく学会はみんなびっくりしちゃって、なんでそんな名前つけたんだと思ったんですけど、これはヒトパピローマウイルスワクチンであって、別に子宮頸がんだけを目指しているわけではもちろんないわけです。でもちろんどこまで対象を広げるかによってでもありますけれども、一部のワクチンは線形コンジローマという性行為感染症も防ぐし、それによって起こる別の病気、私たち小児科医であれば赤ちゃんでもう息が苦しくなるみたいな、ああいうパピローマっていうのが喉のところにできるような病気も防いでいます。それからがんに関しても子宮頸がんだけではなくて、肛門がんであったりとか、もしくは男性であればペニスにできるようながんなども、全部このパピローマウイルスによって起こるものが相当数占めていますので、それも含めてそれはやっぱり防いでくれるわけです。ただし私たちも講演会で喋ったりするときには、日本でこれに法令を防ぐものだということで出ている以上のことを言っちゃうと、それはやっぱり高度に反してしまうことになるので強く言えませんけれども、ただ医学的なことで言えば、これはパピローマウイルス、該当するパピローマウイルスによって起こる全ての病気を防ぐものであり、実際に多くの国でこれは男性も含めて定期接種になっています。今日は質疑をと交互で終わりたいと思いますけれども、これからあれのグループ写真を撮る予定があって、でもそのやる前にスピーカーのBig round of applause. 拍手してください。